オリックス3連覇しました。育成うまいです。ドラフトうまいです。金持ちです。こいつの弱点。ファンの数がね、数が薄い。趣味ドラより地味。野手が微妙。何時にすら優勝すれタイル立たなくて草。同時代にチュニドラがいたのが最大の不幸。一郎打った頃はあんな華やかな球団やったのに、なんでこんな地味になってもうたんや。ファンが満さんばかり。パリーグ TV ですらオリックス優勝決定の動画の再生数がハム木村の引退動画に再生数で負けてるの草。優勝動画が木村の引退動画に負けてる時点でガチで人気ないんだなと思うわ。誰か一人くらい道頓堀に飛び込めよ。弱くても中日みたいにみんなが興味あるけど、強くてもオリックスは存在自体に誰も興味がない。昨日 T 岡田が出てたけどやっぱああいう球団の顔必要だわ。昔は檜山が阪神でいいように人気があったの理解できなかったけど T 岡田見て理解できたわ。暗黒期からの生え抜きの主軸は応援したくなるんやね。大補強しても弱かったのがまさか3連覇するとは思わんよな。ドラフトはちょっと怪しいことしてるのは時々批判される。阪神にファン取られてる。関西イコール阪神のイメージ強いし移転しようぜ。本拠地移転するべきやわ。関西イコール阪神やもん。唯一と言える強いってアイデンティティを阪神に奪われた。プロ野球の成り立ちとか全然知らんけど、近くに人気球団があるから人気ないって。後から来たのオリックスじゃないの。不人気球団なのが弱点。誰も言ってないけど京セラも悪いやろ。地味すぎや。オリックスファンに会ったことない。同地域に阪神がおるから不人気なのはしゃあない。わざわざ煽りレスされるくらいには人気がある模様。大阪の阪神とかアメリカでいうキリスト教グラスだろ。オリックスファンってどういう経緯でなるんだろ。関西だと阪神一強なんだろ。誰も話題にしないから知らんかったわ。オリックスでブレイブスを買った時からなぜかファンから異常に反感を買うようなことばかりしてきたんや。